皆さんこんにちは。今日はラスベガス合宿第3日目、ヨセコゴルフクラブに来てます。このクラブは元タイガー・ウッズのコーチのウッチ・ハーモンがスクールを開いているラスベガスのシティビューを見渡せる絶好の位置に、ありまして、人気のゴルフコースです。今日は、白 T から回っていきたいと思います。スロープレーティング134、ハンディキャップ13ということになってますので、日本の昨日森田選手、オールマッチ初勝利で、今日も頑張ってください。はい、頑張ります。今日はアンダーパーを目指して、そうですね、最終日なんで、最終日風も出てきたまあこのぐらいだったら大丈夫でしょう。昨日よりはマシです。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。今日は風も少なく、天気もよく暖かく、頑張って85を切りたいと思います。両セコ1番ホール、竹内さんのティーショットです。あ、これは場外かもしれない。場外いけそうですよね。まあ、あの辺から、ボールがあったらあの辺から3打目で、なかったら4打目ということで、家から左左はい、お願いします。萌香プロ1番ホール1打目です。ナイスショーだけどやや左ですね。これは右に跳ねます。セカンドショットが角度的に狙いにくいかもしれないけど問題なさそうです。右に押し出して OB っぽい感じで、ここから4打目いきます。1番ホール4打目、ちょっとフックがかかりすぎてバンカーです。萌香プロ1番ホールティーショット、フェアウェイ左、130のアゲンストで8番と、130アゲンスト8番で打ちます。ナイスショットです。大きいかな。大きいですね。なんか距離が。竹内さんの OB の後の打ち直しの4打目がここに来てます。乗って5オンです。うん、まずまずですね。ちょっと右ですけど、ナイスアウトです。萌香プロ3打目、標高が高かったために飛びすぎてグリーンを大きくオーバーしてしまいました。3打目です。ナイスっぽいです。どうなんかも分からない。竹内さんは実質3オンですけれども OB があるので5オンです。入っても入らなくてもローカー5オンです。入っても入らなくても6で6です。 OB があって6です。萌香プロは 2.5 メートルぐらいのパーパットになります。惜しくも外れました。 OK が出て萌香プロボギーです。2番ホールのティーイングエリアの左後ろにあるこのコース屈指の大豪邸です。ラスベガスの景色一望、夜景一望。この辺は豪邸が並んでます。向こうはラスベガスのホテル街になります。でこのホールは打ち下ろし直角右ドッグレッグのパー4になります。2番ホール、萌香プロティーショットです。ナイスショー。おお、ちゃんとフェードかかってます。飛びすぎかな。おお、最高の場所です。最高。竹内さんの2番ホールティーショットです。これもいいんだけどちょっとドローですね。多分バンカーでしょう。カート方向。そうですね。145ヤード、7番アイアンで打ちます。あら、これは岩の中ですね。ああ、右に出た。晴れた。大ラッキー。おお、もっと出てる。はい、112ヤード、セカンドショットです。46度でいきます。これはナイスです。多分右に転がって。あ、止まっちゃった。止まっちゃった。竹内さんの3打目、63ヤード、60度のウェッジで打ちます。これは左奥に。これは次のパットが難しいです。左奥。超難しいパットを残しました。ライト。竹内さんのパットは20ヤード以上ある下り左フックの難しいラインです。90度。ちょっと弱かった。まあしょうがないっていう感じですね。残り2メートルぐらい残しました。モイカプロのバーディーパット、下りスライスです。なかなか止まりません。はい、竹内さんの5打目です。そうです。難しいな。うまい。惜しい。連続だ。3オン3パットのダブルボギーです。モイカプロ1メートル、これ入れてパーです。ナイスパー。160ヤードパー3です。崖越えです。右の土手に当てれば戻ってきます。ショート越え、おお、ナイスオンです。上りフックラインのロングパットです。竹内さん3番ホール6番ユーティリティで打ちます。連続ダボなのでここでバーディーを取りたいところ。これはいい感じです。これは良いと思う。これはナイスですね。行ってみないとわからないけどナイスっぽいです。モエカプロ1打目ほとんど乗ったも同然の位置に来てます。ここから上りのラインです。お、これ入ったよ。あ、入んない。惜しい。竹内さん、ここにティーショットナイスオンです。2メートルちょいぐらいのバーディーパットです。ダボを消したいところです。打ち切れません。届きませんでした。ナイスパー。ナイスパー。4番ホール、距離はないけども打ち下ろしでフェアウェイが狭いホールです。左右は砂漠です。ナイスショー。うん、ナイスショー。これは問題ないです。ナイス。バンカー。バンカー。帰ってきた。あ、左に転がっちゃったんだ。バンカー。もう一回プロもドライバーでいきます。ナイスフェード。戻したフェード。戻ってる。戻ってる。ナイスです。はい、竹内さんのティーショット、左バンカーです。残り70ヤード。56度で80ヤードぐらい打ちたい。56度で打ちます。こうえ、あった。ああ。砲台グリーン、登りきれずバンカーに入ってしまいました。モエカプロティーショットナイスショットで、もうグリーンすぐ手前まで来てます。50ヤードぐらい。50ヤードです。ちょっと大きいのかな。竹内さんの3打目です。旗はここです。大きいけど土手に当たって、あ、戻ってきませんでした。絶対止まらない。竹内さん3打目のバンカー、グリーンが大きくオーバーして上からの寄せです。うまい。これは絶妙。ナイス。モエカプロは2メートルほどのバーディーパットです。右上から下りフックラインです。ナイスバーディー。ナイス。竹内プロギブアップです。5番ホール、打ち下ろし直角左ドッグレッグです。モエカプロのティーショットになります。ナイスショットです。バンカーがいいね。ああ、砂煙が出ましたね。5番ホール、竹内さんのティーショットです。あ、フェアウェイど真ん中だけどセカンドショットはちょっと遠くなります。まあ、ナイスショットです。モエカプロティーショットまずまずなんですけども、ショットライが148です。148番でいきます。ショットライが厳しいです。ナイスショー。ナイスオンですね。ちょっとカラーぐらい。竹内選手145ヤード、これからセカンドショットです。奥まで行ったらまた戻ってくるタイプ。戻ってこないけど奥は特に危険はないですね。左手前の方がいいと思うな。奥の方がいいんだよ。そう。クラブを変えました。上り140ヤード。145、7番に入れていい。お、これは良さそう。ああ、ちょっと足りず右のバンカーに、土手に当たってバンカーに戻ってしまいました。竹内さんの2打目がここのバンカーです。これから3打目です。おお、ホームラン。戻ってこい。おお、砂漠には入らなかった砂がなかった。モエカプロ、ここに2オンです。バーディーパットです。お、ウェッジです。でもめっちゃ重いけど。1メートルほどパーパットを残してしまいました。竹内さんは3打目のバンカーショットを大きくホームランして砂漠の方まで打ってしまいました。旗はここです。うまい。ナイス。打ち切れません。ダブルボギーです。ここハンデホールです。モエカプロ1メートルのパーパットです。これを入れるとこのホール勝ちになります。ナイスパー。